ブラック・ウィドー・パルサーとは、ヤザに存在するパルサーである。褐色矮星の EQJ195,936 プラス204,814と食連星の関係にある。ブラック・ウィドー・パルサーは1988年に発見された初の晩星を持つ連性系パルサーである。ブラック・ウィドー・パルサーは晩星である。 褐色矮星の EQJ195936 プラス204814からあまりにも近いところを降転しており EQJ195936 プラス204814の表面から物質を引き剥がしていると考えられている。パルサーは単独でいると回転エネルギーしかないために徐々にエネルギーを失うが番星からの物質の流れがあると 自転速度が加速されることによって、再びエネルギーを放出するようになる。これは普通のパルサーが、自転周期がミリ秒単位となるミリ秒パルサーへと変化する典型的な進化であるが、この時の物質の流れた量によっては、猛烈なエネルギーの放出が、万性を加熱し、蒸発させてしまうほど強くなることがある。これは、万性という配偶者を殺すことが、 交尾し終わったオスを、メスが捕食する生態を持つ黒ゴケグモに似ていることから、黒ゴケグモの英名にちなみ、ブラックウィドウの名が付けられている。また、黒ゴケグモが毒グモであることから、毒グモパルサーというわけもある。また、ブラックウィドウパルサーは、このような関係を持つパルサーの連成形に対する一般名称としても使われているが、 2012年現在他に2回 GL2339.6 から05サーにしか観測例がなく PSRJ1959 プラス2048の固有名としてブラックウィドウパルサーは使われ続けている。ブラックウィドウパルサーの質量は太陽の1.66倍以上もありおそらくは2.4倍の質量を持つと考えられている。これは中性子星として 最重量級であり、中性子星の限界質量であるトルマン、オッペンハイマー・ボルコフ限界の範囲にあることになる。ブラックウィドーパルサーは1.6ミリ秒の周期で、自転しており、公転周期は9.17時間、うち EQJ195,936 プラス204,814によって、約20分間パルスが観測されなくなる。 abcdefghijklv, q x スッチ t c h eclipsing b i、e、n a r y s b a d ハット abcda-millisec-palsar-in-an, eclipsing binary-sao, nasa-ads, ハット abc-evidence-for-a-massive, ニュートロンスター -from, a-radial, velocity study of the c o m p a n i o n to the black widow, パルサ p s r b 1 9 5 7 plus 20, アーカイブ ハト ABCDEFGHIEQJ195,936 プラス204,814ブラウンドワーフシンバドとも類いする毒蜘も中性子星日本天文学会ありがとうございます